粗品です。せいやです。うマネージャークイズ。おい、まあ、過去粗品クイズ、せいやクイズ、あ、やったね。で、西クイズもやりまして、西クイズもやったね。今回マネージャー高森のことどっちが知ってるのか、ああ高森のクイズをちょっと出してもらおう。確かに確かに、まあ、あんま実は知らんもんな。まあ、そうやねんな、飯とかも、まあ、コロナでな、コロナ行けてない、まあ、ちょこちょこは行くことあったけど、ちょっとでもこの高森マネージャー的にも、うん、やっぱね、今後の接し方とか変わるかもしれんよ、このクイズで。このクイズでそれはでかいな。じゃあ高森クイズよろしいですか。はい、よし。これは早押しですか。早押しにしよう。 OK。 え、お手つきあり、あれ、あ、渋いな。ホテイ、ホテイさん、あれ。第1問、はい、高森は高森の出身の都道府県。うわ、どっち。あ、僕やられた。熊本。引っ掛けであれ。よっしゃ、簡単やてー。まあこれはもう、これは簡単すぎるな。ありがとうございます。まあ、まあまあこれは早押しが強かった、ね、熊本県ね。まあまあ1問目やもんな。はい、 OK、 OK、 OK。 高森が一番好きなバンド。うわうわ、どっち。あ、僕、あれです。ちょっと待って、でも、まあ、好きな番組。おい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 、思いついてないぞ。おい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 、いや、ほんまにほんまに。うわうわうわ、こいつ。ミュージックステーション。はっ、あれ、ちょっと待って、何やっけ。何言ってたっけ。ハイスタ。おい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 、バンド、バンドな。高森が一番好きなバンドは。うわ、番組はに聞こえた。やるな、なんかミュージックステーション。なんか天然すぎて触れられんかったと思うけど。どういうことだと思って。いや、ハイスタやな。ミュージックステーション。ハイスタか。あれは G フリークファクトリーじゃない。G フリークファクトリーも好きですけど、一番は。こっちやな。よし、あ、俺覚えてたもん、喋った。オッケー、オッケー、オッケー。ミュージックステーション。え、今考えたら怖っ。今鳥肌立ってきた、遅れて。俺おるんやと思った、そういうバンド。ああ、なるほど。そう、信じてんけど。可愛げやな。いやいや、怖かった。可愛いです。いいサビ。じゃあ、お願いします。はい、高森は何人兄弟。どっちですか。ちょっと、よし、あ、そう、二人。あ、お姉ちゃんね。お姉ちゃん、お姉ちゃん。よっしゃ、よっしゃ。これ、でもデッドヒートやん。いや、ずっとやな。いや、お前ミュージックステーションで早かったから。なんか知らん。ピョンピョン。はい、高森のお姉ちゃんが好きなアイドルは。ね、嵐。うわー、ちょっと待って、何やっけ。ジャニーズ WEST。 キスマイ1つ。セクシーゾーン。平成ジャンプ。あれ、喋ったことあるよな、なんか。あります。俺、スマップ。よし、ちょっと待って、俺にも喋ったことある。あります。よっしゃ。よし、スマップさんね。あ、はい、オッケー。スマップ今んとこ俺の方がマネージャーやるということになってるよ。先生、まあ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 、いや、間違えてたけどな。え、ミュージックステーションも出てる。いやいや、スマップ。あ、さあ、スマップ。結構間違えてたけど。よし、来い。はい。高森が中学時代、高校時代、熱中した部活。軟式テニス。よっしゃ、これは早い。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。これは早いな。高森大好き。高森大好き。あれ、お前。ハイスタ大好き。ハイスタ、ハイスタ、ハイスタです。1ポイントでかいな。よし、行こう。高森が一歩前に住んでいた。早いな。ちょ、考えてない。住んでいた家は、今禁止町やのつ。おい、考えてるぞ、ずっと。新宿から。うわ、考えてるやん。道玄坂。え、
すごい、これいかつい。誰どういう問題？見てみ。これ何？今の。今のすごいな。どういう問題ですか？高森が、1個前に住んでいた場所はどこ？道玄坂。俺聞いたことないわそれ。俺バリかすかな記憶。なんで知ってんの？いや分からん、記憶に残ってたから。俺に言ったことあるそれ？あります。あ、そうか。いや、ちょっと思いついてないのに早いだけなんやめようか、ちょっとそろそろ。あー、すいません。ボーンでずっと、最近の早押し。あ、すいません。ちょっと、まあ、ちょっと、じゃあもうじゃあ2ポイントでもいいっすけどね、今そんなんなすごかった。じゃあもう落ちたらもうすぐよ。すごいよ、すぐよ。じゃあお願いします。高森は今、何年目？はい、すぐ、すぐ、はい、すぐ、はい、すぐ、あ、ダメ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 6年目。ブーブーブー。よっしゃ、考えよう。5年目。7年目。オッケー。白川高森大好き。高森大好き。道玄坂大好き。お姉ちゃん大好き。お姉ちゃんアイスター大好き。やばい、4対3やん。よし、いいぞ。高森の出身の大学はどこ？ GO！ 大学？ GO！ GO です。GO GO GO GO。 人に言ってる、自分のこと棚に上げてるやん。熊本、ちゃんとこうやって両手で、両手で棚に上げてる。熊本反り込み大学。ダメだぞ。龍谷大平安。中国大平安。あれちょっと待って、ない、あーちゃうわ、どうしやや。ああ、そうや、そうや、同い年で一緒の大学やねんて、高森。あ、そうか、あ、そうや、忘れてた。俺の友達とも友達やねんな。そうや、そうや、言ってたわ。いや、そうや、これサービスやかな。サービス、よし、行こう。ちょ、いいですか、むずいのくれ。女性さん、あの、ちょ、簡単なの早押しから熊本と同志社とか、はい、早押しから道玄坂とかくれ、むずいな。早押しから考えてるんですか。高森が、テレビ業界を志したきっかけの、テレビ番組が3つあります。多いな、うち1つお答えください。あ、当てれんねや。なんか言ってたかな。言ったことある？これなんてない。2個ありますね、2個ある。ミュージックステーション。今ちゃん、実は。あれー、シャバダバのソナリ。嘘ー、それお前や。お前が好きなもん、ね、俺の好きなもん、ね、なんめちゃイケ。あー、ありそう。リンカーン、ありそう。情熱大陸、あ、逆にね。徹子の部屋。徹子の部屋見て志してたらキモいわこいつ。いや、あれガキつか、あれ3つ、3つのうちの1個。言ったことある？覚えてないな。覚えて、全く。笑いの金メダル。古っ。ネタ番組であんま思わない。アメトーク。ロンハ。むっすいなこれ。うちぴ。イッテQ。あら、ワンナイ。ワンナイ欲しいっす。はい。同時でちょっと待つとか、同時やったかな。あ、そう。笑い犬の冒険。違う。笑い犬やと思った俺も。全く分からん、腹立つわ。笑い犬の情熱っていうこと。ではシリーズ。冒険情熱。言ってたな。全く分からん。内村サマーズ。言葉も出てこない。色モネア。あ、出て出て。ゴールデンラッシュ。ゴールデンラッシュ、
ったな。ゴールドラッシュ。ゴールドラッシュか。うち2つは、ネタ番組。レッドシアター。エンタの神様。レッドカーペット。内村テラス。内村テラス出たけど、めっちゃむずい。ネタ番組 M1 グランプリ。あれネタ番組って言うの？来た。ちょっと待って青山君、あれネタ番組ちゃうって。来た。あれネタ番組教えて。M1 グランプリ、うん、爆笑オンエアバトル。そうなん。と、フリリアンです。へえ。何が惜しかったの？あの、案内。あ、フジテレビ。5時間前、トリビアンです。いや、これはでも聞いたことなかったな。あ、まあ、次ラストぐらい。もう6対3ですけど、せいやさん。まあでも、質がえぐいからな、俺。道玄坂とか。奇跡起こしてるちょっと。あ、だから、ちょっとむずいやつ。恥ずいと思うで、これで勝ってる。全然むずい、むずい。むずいやつちょうだい。1回ぐらいしか言ってないみたいな。うん、これ知ってたら、霜降りさん。そうやな。嬉しいっていうやつにして。あの、これほんまに1回って言ったこと。ちょうだい。はい。で、高森の両親の職業。ゴー。ゴー。ピアノの先生がお母さん。うん、正解。よっしゃ。あ、見て、あれ見て。両親がこいつからだ。そうやな、どっちも言わんだな。それはピアノの先生。そうよ。お母さんは お父さんは。ああ、言ってないから、はい、じゃあ言います、はい。お父さんは、はい、学校の先生。ピアノの先生はそうやな。君めっちゃ聞いたことある。そう、買ったと思った今。父ちゃんなんやっけ。なんだ今、ビボン。見たことないあの使い方。お母さんはお父さんでもピアノの先生はええな。父ちゃんの職業言ったやな。はい、お父さんの職業。言ったことある？俺らなんて返事してた？そんな職業の二人からめっちゃ反り込みの子供生まれた。あ、じゃあ優しい系や。あれ？居酒屋？あれ？なんや？なんか言ってたような気はするな。なんかそのいっぱい言って当てるんじゃなくて思い出して当てたいな。ねえ。本当に。いや、まあまあ、ね、それはな、ずっと俺はそうしてるけど。何やっけ。殺し屋。違う。なるほど、やっぱ長めに指定されました。殺し屋じゃなかった。すみません。世界で初めて反り込み入れた人。食い気味に、食い気味に。シンプルか、暴走族。ぽいな、暴走族っぽい。ん？監修？親監修。親監修。いやでもなんか公務員とかそっちやったと思うねんな。俺ですね。市役所の人。公務員。よし、ちょっと OK。 待ってんかい。そんなことある。ゴー。そんな公務員ピンポン、うん、まあ、俺言ってたしね。いや公務員言えたで俺。いや俺絞ったで、まあ、俺がさっき言ったか、公務員も。ほんまはなんなん。まあ、公務員ってなんかダムとかをその作る監督をする人。あ、そうやっけ。まだ公務員さん。公務員で、公務員とピアノの先生。そう言ってた言ってた。あ、それは言ってたな。あ、はい、よしよし、オッケーオッケー。まあ、俺負けたな。負けたけどなんか気持ちよかった。いや、気持ちよく勝ったな、今日も。いやー、だからやっぱクイズ問題、やっぱ嬉しい。道玄坂ハイスター。ハイスター。ハイスターはまあまあ、道玄坂すごいな。いや、そうやな。
道玄坂ちょっとおかしい。いやびっくりしました。でしたよ。皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします。